はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、お盆も最終日になりましたけども、今僕は川崎の方に来ています。おはようござ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 います。はい、じゃあ待ち合わせ完了しましたので今から行きます。お願いし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 ます。すいません、申し訳ないです。お願いします。どうですか、おしゃれですよ。広尾にあるらしいです。あ、そうなんですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、平成権に聞くのに普通は第2なんか夏って感じの、この向こう側に山があっていいですね。で今あの仲間と一緒にこうドライブをしがてら仕事をしてるわけなんですけども、はい、気持ちいいです。そう、やっぱ僕こうドライブしたりとか知らないところに行ったり遠くに行ったりするのはすごい好きなので、うん、楽しいですね。はい、ということで終わりましたね。あー、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ただいまーす。あー、疲れた。いやー、でも楽しかったです。てか何にも食べてなかったんで、もう帰り途中にコンビニでお菓子買って食べちゃいました。今回コンサルした方からもらいました、いただきました、ホノルルクッキー。いただきました。ハワイのお土産らしいです。知ってる人いますか。はい、こちらいただきましたので後で開けてみたいと思います。ありがとうございます。よし、じゃあ次はちょっと朝トレーニングサボってしまったので、はい、行きましょう。あー、ただいま帰ってきました。よし、じゃあ今からあのミリミリオネアの方のライブ配信を始めます。おはようございます。なんかまたアングルが変わりましたね。はい、と終わりました。今22時10分2分ですね。あー、なんか今日もあっという間に過ぎてしまいましたね。あ、そうだ、メールです。 LINE 返さなきゃ。はい、ということで翌日になりました。いや、昨日ずっとこう動き回って夜ライブ配信やってってやったので、ちょっともう声が出ないです。声が出ないってこう結構喋るやつの中では死活問題ですよね。まあやっていくわけなんですけども、その昨日車に乗せてもらってブーンってドライブをしてたわけなんですけども、そのコンサルしている方の車に乗せてもらったんですよ。で、まあ、愛車のルノに乗せてもらったわけなんですけど、車乗ってる時にすごく楽しそうでしたし、やっぱその愛車に対する愛っていうのはすごく感じました。で、僕はそれを見ていて、じゃあ今僕が今家にあるやつで使ってるやつで、どんなものに愛を感じてるのかなっていうのをちょっと点検してみたいと思います。よし、とその前にちょっとワックスをつけていきたいと思います。そう、これは僕のスーパーお気に入りです。シュワルツコフさんから出ているオージスのヘアジェルっていうものです。2年前ぐらいにツイッターで誰かが教えてもらったと思うんですけど、もうそれ使い始めてからもう2年間ずっと浮気せずにこれを使っています。で、何がいいかっていうと、もう本当に髪の毛がプラスチックになるんです。
それまではどんなワックスを使ってたとしても髪がビュワーって吹いたらもう髪が崩れちゃったり、スプレーを使ったとしても髪が崩れちゃったりしたんですけど、このオーディスのワックスつけてから髪自体がプラスチックになるので、まあ、ちょっとやそっとの感じじゃもう全然へこたれないというか、なのでめちゃくちゃ気に入ってます。どんだけ髪が長かったとしてもバキッと固まるっていう、これ最高ですね。本当にお気に入りです。あとはこれもお気に入りです。パナソニックさんから出ている ERGN50 っていうやつです。で、これはまあ要するに金毛カッターなんですよ。こうやってあーいいねっていうやつなんですけど、これ鼻毛カッターだけじゃなくてこう眉毛もこう剃れちゃうんですよ。こうやって眉毛の形もこう整えられるんです。それまではやっぱこういうやつでわちゃちゃちゃってやってたので、これができてからもうその時間がめっちゃ短縮されたっていう。でしかもちゃんといい形にできるので、なのでこれとこれができるっていうので、めちゃくちゃ便利で気に入ってます、これ。で使ったらちゃんと洗って、で使ったらちゃんと洗って戻しますと、はい OK。もうほんと髪型が狙った通りに固まってくれるので本当にいいですね、あれは。で、あとはですねこちらですね、パキラちゃんです。で今、こっちが僕が朝帰りから持ってきたやつで、こっちが彼女の家から持ってきたやつなんです。で、これちょっと歯が焼けてしまったので今こういう状態ですけども、こっちのパキラちゃんがすごい、もう幹がぶっといんですよ。これいつ買ったかって言われたらちょっと忘れちゃったんですけども、でも近所のあのお花屋さんでこれを買ってきたんです。まあ最初はこれぐらいちっちゃくて、それからこうちょっとずつ伸びていったんですけど、僕がやっぱあの放置プレイで育つよっていう風なのをまあ視聴者さんから教えてもらって、もう水も与えず何も捨てずに本当に放置プレイをしたんです。そしたらもうめっちゃ枯れちゃったんですよ。もう葉が鎖高の一番上の3本ぐらいしかないっていう状態まで枯れちゃって、もう全部幹とか切ったんです。で、もうダメかな、捨てちゃおうかなって思ってたんですけど、水をあげてこう太陽のところにこう置いといたらですね、ぐん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 育っていって、今ではこんなに元気っていうのがあるので、もうあんな悲しい思いはさせたくないと思って、今は水をちゃんとあげて太陽の明るいところにこう下に置いとくっていうことをやって、今もぐんぐん成長中です。こうやって育ってくれるっていうのは愛着が湧きますね。次は僕が今座っているアーロンチェアなんですけど、これは僕が阿佐ヶ谷に引っ越してすぐぐらいですねに買ったやつで、もうこれ2年以上ぐらい使ってます。で、これを使う前は本当なんか適当に楽天とかで4500円で買ってきた椅子を使ってたんですけど、もう背中の何でしょう、脊髄が全部ビリビリしびれてたんですよ。で、これ本当にまずいなと思って、椅子をなんとか変えなきゃいけないと思っていろいろ調べてたんです。なんかゲーマーが座ってそうな椅子が5万円であって、でアーロンチェアもまあなんか10何万ぐらいであって、で、うわ高いなって思ったんですけど、アーロンチェア持ってる俺みたいな感じで思ってたので、その時はもうアーロンチェア一択って感じで買ったんです。で、最初はいやアーロンチェア俺も買っちゃったよみたいな感じで思ってたんですけど、でもこれを使って3日経たないうちにもう背中の痛みが消えたんですよ。うわすごいと思って、でそれからというものをここの椅子に座ってたら疲れないし、集中力が切れないし、この椅子のおかげでどれだけ仕事がはかどってくれたかって感じですよ。次は何といってもこのカメラですね。カメラレンズじゃなくてこのカメラボディの方なんですけど、 α7R2 っていうボディです。で、それまではこの前は α7-3 っていうカメラを使っていて、他にもキャノン 6D Mark II とかっていうカメラも使ってたんですけど、なんかそういう高級なカメラ持っていいな俺とか思ってたんですけど、でもやっぱ重くて知らず知らずのうちに撮らなくなってたんですよ。この α7R2 のボディの重さっていうのがものすごいちょうどよくて、僕はこのカメラで撮りたいっていう風に思えるんです。それぐらいやっぱ軽くて機動力があってめちゃくちゃ画質がいいっていう、思った通りの絵が撮れるっていうやつなので、この今の使ってるボディが壊れたらまた同じ中古のやつを買うと思います。もうそれぐらいこれは重さと、画質とめちゃくちゃバランスがいいです。で、撮りたいって思えるやつです。あとはこれですね、カードケースなんですけども、ブランド自体はキャサリン・ハンメットなんだっけっていう、毎回こうブランド名覚えられないというか、まあ、そこには興味ないんですけど、そのキャサリン・
ファンメットみたいなそういうカードケースです。でこれは高校入学の時か卒業の時に僕の母方の妹、まあ、僕からだったらおばさんにこうプレゼントしてもらったやつなんです。でこれもらってからもう10年以上が経つんですけど、あもう10年以上経つんですねこれ思ったら。でまだ全然こう使えてるわけなんですけど、自分の手にやっぱ馴染むんですよ革製品って。なのでこれも持つと気持ちいいです。 もう触っただけで気分が上がります。やっぱこういう育てがいのある革製品っていいですよね。なので僕はこれすごい好きですし、多分ちょっとこう糸ほつれがし始めちゃってるんですけど、これは修理しながら使いたいなっていう感じです。で続いてこの iPhone 7です。でこのやっぱ大きさ、軽さ、そしてポケットに入っちゃうすっぽり感っていう、これがもう本当に気に入ってます。でそれまでは iPhone X 持ってやったんですけど、 iPhone X 持って iPhone X 使って俺すげえだろみたいなやっぱ思ってたんですけど、やっぱこの大きいんですよね。大きくて持ち運びがしづらくて、画面がでかくて打ちやすいのはいいんですけども、ただやっぱ僕に必要なのは軽さと機動力、なので、このスマホに必要な要素っていうのは、まあ、電車移動中の連絡だったり電話ぐらいなんですね。あと Google マップ調べたりとか。なので僕にとっての本当にこうベストな大きさなんだなっていうのが iPhone 7なので、なので次新しいもし iPhone が出るとしたらこのサイズでお願いしますっていう感じです。よいしょ。はい、続きましてこちらですね。リモアの何だっけこれ、なんとかトパーズステルスっていうやつの64リットルだったと思います。うん、僕最初に買ったスーツケースがヤフオクで2000円のなんかナイロン生地のすごいなんか弱っとしたやつだったんで、でそれはしかも2ヶ月ぐらいでもうぶっ壊しちゃったんですよ。もうボロボロになっちゃって、もうゴミ箱に捨てポイしたんですけど、あと他にもなんかスーツケースを2、3個買って全部すぐにぶっ壊したんですよ。もう1ヶ月ぐらいでもう全部車輪がポーンって取れてたんですけども、でその後にヤフオクで1万5000円ぐらいで売っていたサルサエアのブラックのマットブラックの30リットルのやつを買ったんです。もうそれ買った後に全然壊れなくなって、まあ多少車輪がいかれたりとかしたんですけども、使えなくなっちゃうぐらい壊れちゃったっていうのはもうないんです。で、それからもう僕はリモアの大ファンになって、でその後に、リモアクラシックフライトの35リットルを買ったんです。で、ただそれだとちょっと容量が少なすぎて、これからどんどん世界中でオフ会するってなった時に、それでも余裕で旅できるような、そういう相棒を見つけようと思ってこれを買ったんです。でこれトパーズステルスっていうやつなんですけど、64リットルでもうめちゃくちゃ気に入ってます。これ最高ですよ。もうなんか早速まっすぐ移動しなくはなってるんですけども、でもなんでしょう、頑丈でいいんですよね。でしかもちょっとしたこう傷のつき具合がエイジングができていて味が深まってるんですよ。なのでこれも先ほどのカードケースと同じように、これはもうずっと育てながら自分の相棒にしていこうと思います。もう見るだけで気持ちいいですもん。これ持ってどっか行きたいってやっぱ思いますね。で、あとはこのノートですね。で、これは、僕が、起業した時からずっとその結果を出してる人だったり、僕が尊敬する人の発言とかっていうのをずっとひたすらメモをしていたっていう、そういうやつなんです。で、今でもこうなんか悩んだりとかスランプがあったりする時に、あ、これできてないな、忘れてたなっていうのをこう見返して、またもうちょっと一から頑張ろうって、初心を忘れずに頑張ろうっていうのがこう思い返せるやつなんで、僕にとってはこれはすごいなんか今でもその人生の指針になってたりとか、これだけはなくしたくないっていう感じですね。なんならもうこれ子供に入って受け継ぎたいっていう、それぐらい僕にとっては大切なものです。はい、という感じでやってみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ他にこうショッピーさんパソコンはっていうふうに思うと思うんですけど、パソコンに関してまあやっぱ仕事道具なんで、そういったものはどんどんアップデート、最新のものにどんどんアップデートしていった方がいいかなっていうふうに僕は思ってます。自分と一緒に育っていくもの、パキラちゃんもそうですし、スーツケースもそうですし、あの革製のカードケースもそうですし、だから育っていくもの、自分が使えば使うほど味が出て育っていくものっていうのが僕の中ではなんかすごい愛着が湧くなっていうふうに思いました。あとはそのアーロンチェアだったり、この今撮ってるカメラもそうですけども、そのこれを使って何々がしたいっていうふうに思える、これを使ってどっか行きたいとか、これを使って仕事したいっていうふうに思えるやつなので、そういったものがどんどんお気に入りになっていくのかなっていうふうに思いましたけど、皆さんどう思いますか。
ということで今回は僕のお気に入りのアイテムとその理由、そのストーリーとかですね、シェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。参考になってくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。でもさっきそのリュマを紹介した時に、そのリュマにちょっと上にホコリがかぶってたんですよ。でそれ見た時に、なんか自分の大好きなお気に入りのリモアがホコリをかぶってると、リモアを寝かせちゃうぐらい自分ってどっか長期旅行行けてないなみたいな、それはちょっと許せないみたいな、自分が許せないみたいな感じになったので、またすぐにちょっと旅行の計画を立てたりとか、どんどんオフ会、世界中でオフ会をするっていうことに向けて、やっぱ仕事頑張ろうっていうふうに思いました。